はい、それではファイターズジュニアを振り返ってということで、昨年の暮れに行われた NPB12 球団ジュニアトーナメントに出場した日本ハムジュニアのキャプテンを務めた中谷俊徳を迎えて大会を振り返っていきます。よろしくお願いします。お願いします。今日は特別に日本ハムジュニアのユニフォームを着用でインタビューに答えてもらってます。まずは大会は予選は2戦戦って全てマスクかぶりましたね。はい。自分の調子としてはどんな状態で大会を迎えることができましたか？バッティングでは絶好調ではなかったんですけど、不調でもなかったので、まあ、悪くはなかったと思います。まず大会1日目の第1戦東北楽天戦から聞いていきます。試合は1対0で勝ちました。でその1点を奪った2回、ノーアウトから5番三沢君のレフト前ヒットでチャンスを作る6番佐藤雷君がピッチャーゴロでランナーが2塁に進んで、続く7番高橋理央さんがショートゴロで2アウトでランナー3塁、ここで8番中谷君が打席に入ったと。でここでレフトオーバーの2塁打を放って3塁ランナーの三沢君がホームに生還して1点先制したということですね。はい、はい。でこのレフトオーバーを打ったボールでまたどんなコースを打ったのか覚えてますか？覚えてます。どんなコースでした？打ったコースはど真ん中でした。うん、どんな気持ちでその打席に入る前に、打席に立ちましたか？ランナー三塁ってこともあって、あの1点が入る確率が高かったので絶対1点返してやるって気持ちを意識して打席に入りました。3回以降っていうのは得点圏に走者を置く場面っていうのはありましたか？特になかったです。今度はピッチャーの方を聞きたいんですけど、先発した野畑君、それから抑えで登板した佐藤君の調子はどうでしたか？まず直弘はあの練習の時よりもちゃんとあの僕が構えたところを投げてくれてて、本当に球も来てるって、ライも同様で練習の時よりもきちんと僕が構えたところに投げてくれて、球も本当に重かったと思うので本当に相手も打ちづらかったと思います。すごい調子良かったんだね、2人でもね。はい。ちなみに、直弘君っていうのは野原君、はい、で雷君っていうのは佐藤君だね。なんかリード面で気をつけてたことってありますか？とピッチャーがあの投げづらくならないように構えを意識してました。うん、構えをどんなふうに意識してたんですか？ミットが落ちないように、なんかこうやってなんか落ちないようにきちんと目を向けてあげるとか、そういうところを意識してました。なるほど。それは少年団の、シノロライオンズの時もそういうところを気をつけてるというか、はい、では相手の、東北楽天の投手陣や攻撃陣の印象はどんなチームですか？東北楽天はとにかくみんな背でかくて、そういうのに最初は圧倒されてたけど、まあ、小学6年生、同じ小学6年生っていうのは変わりないので、気持ちだけは負けないようにしてました。うん、なるほど。で、続く、大会2日目の第2戦、オリックス戦ですけれども、これは2対5で、残念ながら敗れてしまったわけですが、まず投手の系統としては、どういう順番で投げて、菅原君、中倉君、豊田さん、佐藤さんですが、何回から中倉君が投げてますか？勇気は5回から投げてます。5回から5回1イニングだけです。菅原君がまず4回まで投げたのね。はい。これをもう、4イニングしっかり投げて、でその後に中倉君が5回1イニングだけ投げた。はい。で6回からはメイが3分の1ぐらい投げて、その後にライに交代して、そこから試合終了までずっとライ投げてました。中倉君の後、豊田芽衣さんが6回の頭から投げて1イニング、6回の3分の1まで投げて、そこから佐藤雷君が投げて7回まで投げ切ったと。はい。ですね。第2戦登板した4人の出来はどうでしたか、ピッチャーの。4人ともあのしっかり、その前の試合の直弘とライと同じように構えたところにしっかり、もう外角内角、あ、外角にしっかり投げたし、投げ分けてたし、あのしっかり相手も打ちづらかったと思うので本当に良かったと思います。オリックスに1点先制されて
日本ハムが3回に同点とするんですけれども、この1点を追う3回どんな攻撃で同点にしたんですか。とにかく努力作、打者が絡み合って、ツーアウトランナー3塁で2番の翔平がファーストのちょっと前ぐらいになんかボテボテって、で、翔平は足早かったからベースもちょうどその時空いてて、それで翔平が内野安打で1点入りました。1対1で 同点でいったんだけれども、6回に1点を、ね、許しちゃうんだけれども、その後に7回にも3点を奪われます。迎えた最終回、1対5、4点を追う7回、ここで意地で1点を取るんだけども、これはどんな攻撃がありましたか。とにかくみんなでつないで、もうとにかく1点ずつ取ろうっていう感じ で結局1点しか取れなかったけど、最後つないで取った1点なので意地は見せれたと思います。状況としてはワンアウトで、7番佐藤くんが、はい、フォアボールで出て、続く8番中谷くんが打席に入ったんだよね、はい、でここでレフト前ヒットでワンアウトランナー1・2塁で9番温泉くんがフォアボール、フォアボールで満塁になったと。で打席には先頭に帰って小野くんが打席に入って、はい、でここであのバッテリーエラーで1点入りました。これで1点取ったんだね、うん、だけどもこの後続かなくて、残念ながら2対5で、まあ、涙したということだね、うん、大会を通じてこの2戦でね、まあ、決勝トーナメントはいけなかったんだけれども、中谷君にとって、ね、この NPB の12球団ジュニアトーナメントっていうのはどんな大会だったんだろうか。まずこの大会はこんなに緊張感が本当にあったのは初めてで、今後自分の野球の中でもためになったと思うので、そういう大会だったと思います。はい、今後この経験は貴重なものとなりますね。はい、はい、ではこの、まあ、こうしたね、中谷君も含めてそのファイターズジュニアの選手たちを目指して、後輩たちの5年生以下もね、今度は僕がって思ってると思うんですよ。でその中でね、中谷君が使ってるバットだったりグローブだったりをちょっと気になる選手もいるので、ちょっと紹介したいと思います。はい、まずはどんなバットを使ってますかね、ちょっと見せてください。学童時代に使ってたもの、これです、カタリストの78センチの580g です。580g、このどんなところが良くてこのバットを選びましたか。このバットは、まあ、軽くて振りやすいので、なんと厳しい球にも対応できると思ったのでこのバットを使い続けました。このバットの一番の思い出って何かありますか。このバットは自分が5年生の時に球場で初めてホームラン打った時のバットです。あ、そうですか。ホームランは何本打ったことあるんですか、6年生になってから。6年生は4本です。一番嬉しかったホームランって何ですか。6年生の中では一番嬉しかったホームランは6年生の最後の試合に打ったホームランです。うん、あ、なんていう大会ですか、それは。ファイナル甲子園っていう大会で、バッティングの時にどんなこと意識して打席に立ってるのかな。まあ、そのホームラン打つ前とかでもね、うん、意識はもう絶対打ってやるって意識で、もうピッチャーを睨みつけるような感じで打ってます、いつも。強い気持ちで打席に立ってるってことだね、うん、あとはこうなんか自主練とかでなんかやってることってありますか。自主練は主にバッティングで羽打ちを多くやってます、うん、羽打ちっていうことは誰かに投げてもらって。いや、マシンがあって、その専用の、それで打ってます。あ、なるほどですね。それを1日、毎日やってる。毎日です。そう、はい、では続いてちょっとグローブ、ミットかな、それです。はい、それを畠山のミットですね、はい、うん、これはなんか
ミット選びというかグローブ選びでなんか気にしてるところってあります？気にしてるところは あんまり重くないミットが欲しくて、うん、それを特に重視して買いました。重くない、まあ、操作しやすいようにっていうことだね、はい。うん、あのポジションはキャッチャーということなんだけども、どんなことを気をつけてリードとかしてるのかな？ピッチャーが投げづらくならないように、あのしっかりさっきも言ったように構えを特に意識して、うん、なるほどですね、うん。で今はもうファイターズジュニアを終えて、もう数チームの中学校のクラブチームを体験して、1月の23日で札幌新琴音シニアに入団を決めたんだよね、はい。うん、でそんな中であのライバルってこの選手ライバルだなと思ってる選手っていますか？選手ではないんですけど、自分のチームの新琴音シニアの新1年生がライバルだと思ってます。うん、なるほど。憧れのプロ野球選手っていますか？ソフトバンクホークスの福岡ソフトバンクホークスの甲斐拓也選手です。あ、同じキャッチャー。はい。それはどんなところが？特にもう肩が強くて、足が速い選手でももうバンバン刺しているところがかっこいいので、自分もそういう選手になりたいと思ったから。では新琴音シニアでもキャッチャーで勝負したいと。はい。ですね。うん。わかりました。では最後に、先ほど今後の目標を色紙にちょっと目標をちょっとしたためてもらいました。はい。なんて書いてますか？日本一です。え、それはどんな意味を込めて日本一と書かれました？新琴音シニアの全員で日本一になるってことが目標、今の目標なので、それなので日本一書きました。はい。わかりました。ありがとうございます。どうぞあの新琴音シニアで頑張ってください。はい。はい。中谷君でした。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。